ロシアのエースが登場です。26歳ミハイル・ポリアダ。第3戦イタリア大会2位、このロシア大会2位以上であれば文句なし、ファイナル進出が決まります。4回転サルコー、やや乱れました。コンビネーションにすることはできませんでした。次のトーループをコンビネーションにする必要があります。ただイタリア大会では転倒もありました。4回転トーループ厳しいスタートになっています。足換えのキャメルスピン、素晴らしいキャメルポジションですね。大きく加点されます。イーグルからトリプルアクセル、素晴らしいジャンプですね。難しい方飛び方から入っています。このロシアのエースが演じるくるみ割り人形、ステップシークエンス、フライングシットスピン、フライング姿勢の高さ、そして着氷後すぐ回転が始まっています。とてもいいスピンです。コンビネーションスピン、ファイナル進出へ向けてプレッシャーのかかるショートでしたが、4回転大きなミスがありました。さあ現在日本友野がトップをキープしています。ミハイル・コリアダは 84.48 です。やはりミスが響いてコリアダにとってはこれは低い得点です。コリアダは現在3位につけました。さあ依然として友野が堂々とトップに立っています。